大家好，我们是 Generations。僕たち Generations のニューシングル Love You More がリリースされました。イエーイ。ありがとうございます。応援の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。パフォーマーの白浜蘭です。パフォーマーの小森隼人です。パフォーマーの赤塚裕太です。パフォーマーの佐野玲央です。パフォーマーの関口メンディーです。ボーカルの片瀬亮太です。ボーカルの風原龍斗です。はい、僕たちジェネレーションズは、EXILE さんと同じ事務所に所属しておりまして、EXILE 三代目 JSOUL BROTHERS に次ぐ新たな新世代ユニットとして、昨年の11月21日に日本でメジャーデビューさせていただいたグループになります。若さと勢いにあふれる歌とパフォーマンスにぜひ注目していただきたいです。今回リリースになりました、ニューシングル Love You More なんですけども、今までの Generations ではない、かなりこう明るい幸せのあふれるですね、ラブソングになっております。はい、本当にあの自分たちの年齢に合った等身大の言葉で愛をストレートに歌った楽曲になっています。はい、今回その曲が、サマーサタバサさんの CM ソングとしても、流していただきまして、すごく CM の雰囲気とぴったりマッチしていて、すごく僕たちも思いのある曲になりました。はい、今回のジャケット写真なんですけども、まあ、初めてね今回ちょっと挑戦させてもらったことがありまして、そうですね、あのハーネスをつけて、あれ実は釣られながら撮影したんですけども、どうでしたか？そうですね、なんかなかなかやっぱり初めての経験だったので、すごくこう慣れない部分とか、なかなか思い通りに体が動かない部分、とてもこう苦労したんですけども、そのカメラマンさんとも話し合って、こう体の動かし方だったりとか、まあ、大変な部分もあったんですけども、すごくこう楽しく、なんかすごく躍動感あるポーズが自分の中でできたんじゃないかなと思います。みんな結構ね、それぞれこう、はい、いろいろやっててね、ゆうたくんとかも、かっこいいと思う。トップバッターで、みんなのこの後につなげようって考えながら気合でやったんですけど、まあでもいいジャケット写真に仕上がって本当に嬉しかったです。はい、まあそんなね、僕たちの思い出の詰まったジャケット写真になっていますので、そちらもぜひ注目してもらいたいと思います。はい、ということで、僕たち GENERATIONS がですね、MC を務めるラジオ番組もね、最近始まったわけなんですけども、まあ、僕らボーカルはよくね、あの話すことが多いんですけども、パフォーマーのみんなはこう MC とかやってみてどうですか、ラジオで。ちょっと初めてのことながらすごくなんか難しかったんですけど、でもなんかこうやっていくうちに、回を重ねていくうちにこう少しずつ緊張もほぐれて慣れてみて、みんなそれぞれ、なんだろう、声でしか出せないこう色っていうのも、人間味とかも出せるのそうじゃないかなっていうふうに思います。メニー君どうですか？そうですね、でもなんか自分が喋らないと進まないっていうところですごく、あの、なんだろう、やっぱ難しいというか責任感のことだったりとかして難しいんですけど、まあ、その中であのメンバー同士で喋ってあの楽しめたりとか、リスナーの皆さんとすごく楽しいあのラジオにできてるんじゃないかなと思うので、これからも頑張って、はい、やっていきたいと思います。まあ、どんどん慣れてきてね、緊張もしなくなったんですけども、そのラジオの中で、僕たちが好きな音楽を紹介するコーナーがあるんですけども、まあ、結構僕ら共通して好きなのは、まあ、ブラックミュージックもそうですし、ヒップホップとかね、そうですね、あるんですけども、やっぱクリス・ブラウンさんだったり、まあ、僕たちの先輩にあたる EXILE の皆さん、三代目 JSOUL BROTHERS の皆さんだったり、E-GIRLS の皆さん、たくさんいるアーティストの曲をまあみんなね、聴くんで、僕たちの好きな音楽もね、ぜひ聴いていただけたらなと思います。はい、僕たちの今後の活動予定なんですけども、はい、まあ、もう間もなく夏を迎えるということで ね、 そうですね、今年はあのフェスとかね、夏フェスとか、うん、そうですね、いっぱい出てみたいなっていう話はもちろんしてるんですけども、はい、まあ、あとね、なんていうの、海外でのライブはみんなこう、そうですね、やってみたい、出たいっていう話はしてるんですけども、せっかくなので台湾で、そうですね、もちろん台湾でライブができたらなと思っていますので、もし台湾に行く機会があったらですね、皆さん応援しに来ていただけると嬉しく思います。はい、先日 EXILE さんのドームツアーの中で発表になったんですけども、来年2014年にですね、LDH EXILE TRIBE のアーティストが総出演となる、アリーナ天然ズツアーが行われます。このライブはですね、僕たちにとっても初めての挑戦になるんですけども、ぜひね、意気込みの方をお願い
します。そうですね、僕たちアリーナでキャストとして出演するのは初めてなので、すごく不安なところもあるんですけど、やっぱりみんな7人力を合わせて精一杯パフォーマンスして皆さんに楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。今回のリリースをきっかけに、これから台湾の方にも進出していけたらと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。